え、そこの苗全部使っていい？そうそう、この中入ってね、好きなの選んで。エディオンピースウィング広島の東側にある公園に集まったのは、近くの元町小学校の児童です。1年生から3年生のおよそ50人が学年ごとに分かれて、公園の歩道沿いにタチツボスミレなど6種類の苗を植えていきました。児童の植栽体験は、地元の人たちに公園に親しんでもらおうと、大成建設 JV がスタジアム周辺の整備事業の一環として実施しました。今度見に行ったら大きくなってるのを見に行きたいです。硬すぎてもう友達と一緒でやりました。このままもう大きくなったらどうなるか楽しみです。スタジアム東側の芝生広場は、飲食店などや商業施設もある広場として8月に開業する予定です。今日植えられた苗は、来月頃から紫や白の花を咲かせて公園を彩るということです。